皆さんこんにちは、スプスプです。今日はね、今日本で流行っている韓国コスメをレビューしていきたいと思います。私もいつも日本で流行している韓国のブランドが気になったので楽しみにしてます。今日は皆さんが私の正直なレビューを好きえんよろえん여러분들이솔직한리뷰를좋아하시니까더솔직하게얘기해보도록하겠습니다それではスタート。まずはですね、一番目にレビューしてみよう商品は Fi の 3D ボリューミンググロスです。 Fi の 3D ボリューミングロスは今私も塗っています。この商品は実は私がすっすごく好きなグロスです。どうしてかっていうと、めっちゃプルプルなリップを作ってくれます。多分この商品は6色のカラーバレーションで、1つの色で 30% と 70% のリップグロスがあります。これがバニラの 30%、 これがバニラの 75% です。いろんなカラーがあるけど、私的にはバニラ色が一番可愛かったです。それでバニラカラーはよく使っています。韓国では結構フィーのボルミンググロスは人気だし、その中でもバニラの 70% が一番人気があります。私もバニラカラーの 70% が欲しいです。このリップグロスが他のブランドから出ているグラスに比べて、もっと唇が綺麗に見えることが象徴だと思います。なんかリップにシロップをかけた感じで、すっごく好きです。他のリップを塗った後にグロスとして使ったら 30% がおすすめ。単独으로바를때는これがおすすめです。日本では、일본에서는무슨색깔이제일인기가많아요신나わからないです何色なんだろう。韓国ではバニラの 70% が人気です。韓国人は多分イエベハルの色が結構人気があるから、一番人気があるだと思います。私的にもこのバニラの 70% がちょっとピーチピンクだけど、そんなにイエベじゃなくて、そんなにブルベじゃないから、どんな人が塗ってもいいと思います。私にも結構合ってて、すっごく愛用しているリップです。めっちゃおすすめです。そしてなんか 30% と 70% が同じ色だから、 30% を何回か重ねて塗ったら 70% と色が同じようにするかなって思う方もいると思いますけど、 30%를 몇 번 이렇게 덧발라서 바르더라도 이 색깔이랑 색깔이 달라요. 그래서 저는 이 색깔을 추천합니다. 오스스메です. 次はですね、 ピアのローティントです。ピアノローティントは私がこの前シコールのハウルした時に、シコールのショップに行ってで、ケースが可愛いから買ってきた商品です。今までこういうパブリックのケースはなかったので、目立って買ってきた商品です。塗ったらこんな感じです。すっごくみずみずしい感があって、塗りやすいと思いましたけど、ちょっと色感が私の唇の上ではちょっと残念で、最近はあんまり使ってない商品です。発色がいいし、着色もいいからすぐ唇が濃くなります。それでローティントの色たちも全体的に強いカラーが多いし、着色も強いから、ちょっとダサくなかもしれないです。それで最近
よく使ってないです。着色がすっごく強い商品だったら、特にみずみずしいの着色があるリップティントはちょっと色感がダサくなっちゃうかもしれないので、唇の色があんまりない人たちが使えばいいと思いますけど、私のようなリップのカラーが濃い人たちにはあんまりおすすめしたくないです。だけどまあまあお値段も手頃で手に入れやすいからおすすめです。そして着色があるからリップティントが消しても지워져도メイクお直しがちょっと難しい時に使ったらいいと思います。もう、例えばプールに行く時とかおすすめです。3番目はメディキューブの AGR ブースタープロです。私も持ってます。多分韓国のビューティー YouTuber として活動している方々は一つずつ持っていると思います。そのぐらいこのブースタープロはめっちゃめっちゃ人気だったし、多分美容に興味がある人たちは全部知っていると思います。実は私はこのメディキューブのこの前あったビューティーデバイスはメディキューブからプレゼントしてもらいましたが、ちょっとめんどくさいから使ってなかったんですけど、この商品が出たら私が持っていたメディキューブの3つのビューティーデバイスがこの1つでできるから、これは自腹で買って商品です。めっちゃ気になったので自腹で買って最近もよく使っています。 YouTuber の友達がこのブースタープロのトマショットモードを使っているんですけど、このトマショットモードがめっちゃ良かったと聞いて、私もその時から使っています。毎日は私的にちょっとめんどくさいから、なんか大切なイベントがある前日とか使っています。なんかこの商品はずっと使ったら効果があるとよく聞きますから、私もこれから一生懸命に使っていきます。この中で私的にはドマショットモードとブスターモードがモードをよく使っています。ドマショットモードは弾力ケアができる、それでこれ5分ぐらい使ったらすぐ肌の弾力が出ます。한번사용한다고지속력이계속되는건아니니까매일저녁마다이렇게해주면은효과가조금오래지속될것같고요근데이거를그냥한번해도이게눈에보이게달라붙긴하는데이게얼마나지속되는지는사실잘모르겠습니다。그래도매일매일사용하면효과는분명히있다。それでこれは今韓国で一番人気、一番有名なビューティーディデバイスです。日本でも人気がありますね。いい商品はどこでも人気がありますね。これめっちゃいいです。そして次はジューディードールのメリヒリマスターパレットです。これは中国のコスメですよね。これ私もアリエクスでチックヘソ使っている商品です。毎日使っているのでもうちょっと詳しくレビューができると思います。これはいいですね。いいです。お値段も結構で、多分発色力が強いけど自然な感じにはっきりシェーディングができてすっごく好きなシェーディングです。だけどどんどん使ったら使えば、使ったら使えば全然사용하면할수록単調が見えます。이게発色力がはっきりして鮮明な사용할수있는데요잘못사용하면너무진하게발색이돼서갈라지는것도있고해서정말연하게터치해서여러겹사용해야되는것같아요。この商品は発色がめっちゃいいから中国の TikTok とか見たら中国のメイクアップアーティストさんたちはこれを납작하고얇은브러쉬에묻혀가지고막이렇게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 손처럼구워서사용하는데이렇게하면절대안될것같아요。
진짜부드러운브러쉬에묻혀가지고요렇게길게생긴브러쉬에묻혀서살짝묻혀서해주는게자연스럽게됩니다이거는発色力がめっちゃいいから量の調節が一番重要だと思います。そしてこの色が入っていて私的にはすっごく気に入りました。特に私的にはこの部分、눈썹사이세모난부분이살짝완전이렇게녹지는않아요。그래서이렇게자연스럽게올라가는느낌이어서이쪽부분을조금티존을좀밝혀주고싶을때가많아요。그래서이티존밝혀줄때이색깔로착착착착착착착하면은티존이자연스럽게이렇게강조가돼서더좋더라고요。딱해도이하이라이터가普通のハイライターだから、ハイライターはこれより綺麗なものがすっごく合うからそんなによく使ってないですけど、この3つはめっちゃいいです。だけどこの商品のめっちゃ조금微妙な部分があったら、私がこれすっごく好きだし、私のマネージャーさんの一人もこれよく使っています。それで比較をしましたけど、ちょっとケースと中履いているシェーディングの色がちょっと違って、それが気になりますね。私がすっごく好きな商品で紹介しても、なんか私の動画を見てこれ真似して買って使ったら同じようなクオリティは当然なことだと思いましたけど、それができないかもしれないので、それがちょっと心配してます。だけどめっちゃいいからおすすめです。この後にはクレールポゴッテのコレッティングクリームベイルアイーンです。クレールポゴッテは私がすごく好きなブランドです。今マネージャーさんが この商品が日本でめっちゃ人気だと言っていながら、これイコール買ってくれました。それで私が昨日これ使ってみました。これはコレッティングクリームベイルエンという名前で、 CC クリーム、昔韓国で人気だった CC クリームみたいな商品だと思います。 SPF の25と PA++ で日焼け止めの機能もあるし、なんかトーンをコレッティング効果もあります。塗ってみたらこんな感じになります。見えますか？ちょっと白くなりますね。だけどすっごく自然な感じに白くなってすっごく良かった商品です。でこれだけ塗ってもいいじゃないかなと思いました。塗る時にもすごく柔らかいし、しっとり感があるので塗りやすいし、そして塗った後にはそんなにマットじゃないですけど、ベタつかないしっとり感があるのですっごくいい感じでした。だけどそんなにコレッティングクリームだからプライマーの効果はなかったです。そしてベースで塗ってもいいと思いますけど、私的にはこれ値段が高いからベースで塗ったらちょっと残念、あ残念、あにゃあかった、もったいない。最近私の悩みが鼻部分の毛穴です。だけどこの商品は毛穴のカバーができなかったです。だけど肌表現がめっちゃ綺麗に完成で良かったですけど、毛穴のカバー力が残念で、まあ日本のコスメはこのようなクレールポゴッテというペパーコスはめっちゃ好きだから、めっちゃいい商品が多いだから、これもめっちゃ良かったです。だけどどうも微斯よ、お前は日本7000円、どうも微斯、どうも微斯ね。だけどいい商品。これ昨日初めて使ってみて、これと似ている商品が家にあって持ってきましたが、エリクシールの DKD
デイケアレボリューション、あ、デイケアレボリューショントーンアップクリームです。これはこれよりもっとみずみずしい感じで、ピンクカラーのベースとして使ってもいいし、なんかこんなみずみずしい感じでいいか、乾燥肌の方々がベースとして使ったらいいと思います。こんな感じになってます。自然にトーンアップ効果もあるし、私が思ったらちょっと見ててくにゃん持ってきました。가지고왔습니다。これが SPF50 プラスで PA プラス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 で、紫外線効果も高いし、ベースとしてで使ったらこれがいいですけど、自然な肌表現が好きで CC クリームとして使ったらこれおすすめです。そして次は VDL のトーンステインカラーコレクティングプライマー3号セレニティカラーです。これですね、これが今日本で人気だと聞いてびっくりしました。これ私が大学生の時に多分13年前人気だった商品です。めっちゃ人気があった商品です。 VDL がプライマーとアイプライマーが有名でよく使っていました。この商品はトーンアップ効果がめっちゃめっちゃいいです。だけどトーンアップ効果があるけどそんなにマットじゃないタイプです。塗る時にはしっとりしてて柔らかく密着ができます。だけど塗った後にすぐマットになるから、乾燥肌の方々だったらこれ使ったら조금만면적부터넓혀가면서바로밀착시키면서발라주는게좋을것같아요。이렇게이렇게톡톡톡톡막얼굴에찍어놓고한꺼번에바르게되면더매트해질것같거든요。아니면너무매트하다하시는분들은이거를이렇게찍어놓고물묻힌스펀지로이렇게두드려서그렇게마무리하시면좀더촉촉하게바를수있을것같긴하지만ちょっと乾燥かも、乾燥するかもしれないです。私はどんどん脂性肌になっているからこれめっちゃ良かったですけど、乾燥肌が使ったらもう今秋だから乾燥するかもしれないです。メイクベースする時に乾燥したら角質が見えるし塗りにくいから、これは脂性肌の方々におすすめです。脂性肌が使ったら満足すると思います。特にトーンアップ効果がすっごくいいから、なんかちょっと早くメイクアップ하고싶나리나조금나에게안어울리는색깔을쓰고싶을때그래도얼굴을좀밝게표현하면은좀그래도어울리게만들수가있거든요。그래서그럴때사용하면좋을것같습니다。昔にめっちゃ好きだった商品で、今も流行っているのが私的には嬉しいですね。そして私もこれからこれもっと使うと思います。そしてこれがミニサイズも出たので、私的にはこのミニサイズがめっちゃ気に入っておすすめしたいです。ポーチに入れて旅行する時にもいいし、よかったです。そして最後はこれです。フィリミーリーのクーリングマッサージャーです。これですね、これ韓国でも結構人気があったと思います。オリブヤングでも人気だし、私ようなお肌に熱がよく出ている人たちと얼굴이자주부으시는분들께인기가많은제품인것같아요。これは冷蔵庫に入ってクーリングした後に使う商品だから、私的には良かったです。私は肌に熱が多くて、그럴때사용하면쿨링이바로돼가지고너무좋았고、아침에일어났을때눈이많이부어있을때이렇게눈에많이사용을하시더라고요。그래서이렇게눈에사용해도좋았기때문에효과다한데스けど어쩔수없는거긴하지만、이거를이제냉장고에넣어서쓰는거잖아요。冷蔵庫に入って使うものだから、冷蔵庫の中に食べ物が多かったたらちょっと匂いがするかも、食べ物の匂いがします。그래서화장품전용냉장고에두고사용하시는게좋은것같고、아니면은이렇게얼음같은거를여기위에놓고놓아놨다가
이제 얼음이 녹으면 사용하시는 분들도 계시다고 하더라고요. この商品の残念なところは、이거이렇게만딱주면이거를냉장고에보관할때애매하긴해요그리고케이스가없어서뭔가이세대기니좀어차피도내단가좀더가까이됐네이거꼭냉장고에안넣어도되게지금차가운상태여가지고이렇게그대로사용해도괜찮고뭐나쁘지않았습니다얼굴에붓기라든지이런피부에열감이많이평소에올라오시는분들이라든지사용하시면좋을것같습니다없으신분들은다른제품있으신분들은꼭이거를사용하지않아도되지만없으신분들은사용하시면좋을것같습니다그래서今日正直なレビューしてみましたがいかがでしたか楽しかったですか皆さんが気になった韓国コスメがあったらぜひコメント欄に残してください残したら私がレビューしてみますそれで今日の動画は終わりです。今日の動画も最後まで見てくださって本当にありがとうございます。今日の動画が楽しかったらぜひコメントをたくさん残してください。さらによ。では、バイバーイ。